こんばんは、ボスケです。今回はね、これ学研のね、天体望遠鏡ウルトラムーン、ちょっと私の最後のレビューであまりね、見え味が良くないということをお伝えしたのですが、これをね、もっと便利に使うためにちょっとね、改造をしてみたいと思います。よろしくお願いします。まずね、改造内容なんですが、このね、接眼レンズありましたよね。こいつ取っちゃいます。でね、中にね、絞りがありますよね。これもね、取っちゃいます。なんでかっていうとね、やっぱり真ん中にね、光の漏れがあるので、やっぱね、完全な円の方がいいと思いました。あと対物レンズ、これもね、交換したいんですけれどね、これを交換しちゃうともう学研の天体望遠鏡じゃなくなっちゃいますので。ただね、いろいろ修差とかがあるので、これはね、ちょっとね、絞って使ってみたいかなと思いますが、まあ絞る方法はね、いろいろあります。この前にね、絞りをつけるか、あとはね、中にバッフルをつけるっていう方法もありますが、まあ今回はね、ちょっとバッフル代わりのようなものをつけたいと思います。で、どういう風な改造をするかというとね、このようにね、31.7mm アイピースがつけられるね、接眼筒をつけたいと思います。これをすることによって、いろいろなね、アイピースで見ることもできますし、こうやってね、引っ込めれば天頂ミラーをつけてね、観察することもできますし、ここのね、バレルの円がね、これだけね、寄ってくることによって絞る効果もあると。つまり天頂プリズムをつけて観察すると、絞られてよりくっきり見えるんじゃないかなと、そんな気がしました。ということで、今回の改造の狙いとしては、一つは接眼レンズをいいレンズがつけれるように 31.7mm 系のものにするのに加えて、ピント調節が楽にできること、あとは天頂プリズムがつけられることで、その天頂プリズムをつけたことによって絞りの効果が現れて、より画像がくっきりするんじゃないかなという期待、そのね、4つを目的に改造したいと思います。でね、この接眼部はね、実はね、金属製なんですね。ちょっと重いんです。本当はね、プラスチックでもよかったんですけれど、これしかなかったです。逆にこのスリーブの方はね、プラスチックです。覚えてますでしょうかね、ビクセンマーケティングのね、 D60 トイについてたあれです。あれを流用してます。ですのでね、こういう製品が売ってるわけじゃないです。いろいろ組み合わせてますので、ちょっとね、これ何っていうお答えには答えられないです。まあね、いろいろ天体望遠鏡のジャンク品とかで、ね、こういう接眼部とかを、まあね、すごい安いタイミングで買い漁ってみるのもいいですね。こういう時に役に立ちます。もうね、改造内容としてはね、ごくシンプルです。このね、筒をね、半分利用して、あとはね、この接眼部をなんとかね、つけるだけです。この状態ではね、実はね、はまらないので、この外側からね、ちょっと硬いものでくるんで、ギュギュギュッとビスで締めようかと思ってます。はい、ということでね、お待たせいたしました。動画カットしましたのでね、全然待ってないと思いますが、このようにね、接眼部と鏡筒をね、くっつけました。これはね、プライタですね。プライタにこのようにね、ビスで打っております。ですのでね、基本的には、光軸がね、狂うことはありません。でね、余った鏡頭がね、暇だったので、このようにね、フードを作りました。これだけ長いフードがあれば、メイクもね、対策バッチリですよね。ということでね、実際また月をね、これで撮影してみたいと思います。はい、それではね、ウルトラムーンをスタークエスト赤道儀にね、乗っけてみました。ちょうどね、ぴったりな赤道儀ですね。ていうかね、むっちゃかっこよくなりましたよね。これが本当に手作り望遠鏡かという感じで、まあ当たり前ですがね、ここまで改造しましたので。それではこれでね、観察してみたいと思います。はい、これがね、改良後の月の映像です。いや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 、正直ね、私もね、ここまでね、良くなるとは思いませんでした。これね、整列天頂プリズムをつけて撮影しております。前回のね、ぼやっとしたね、あの映像よりもね、もう全然くっきりはっきりしてますよね。これはすごい。今回のね、改良はね、大成功です。おそらくね、これならね、土星の輪もくっきり見えるでしょう。今からね、ちょっと見たいとは思いますが、ちょっとね、映像はないので、感想だけね、後で言います。土星を映してますがね、眼視ではね、なんとなくね、土星の輪っぱっぽくね、見えるんですけれどね、これをね、分解してるって言うんでしょうかね。ちょっとわかんないですが、木星に関してはね、4大衛星がね、ちゃんと見えてますね。
ちょっとね露出は上げてるんですがね、ちょっとうっすら見えてるかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。残念ながらね、土星は絞った関係で、和まではね、ちょっとね、なかなか見えた見えたとまでは言い切れませんが、私の中では見えた気がします。月はね、むっちゃくちゃシャープになりましたよね。絞りの効果がね、だいぶ効いたということです。使い勝手もね、とても良くなりました。というわけでね、もともとこれ、学研の天体望遠鏡ですので、まあこれをね、大人の科学だと思って、大人の皆さんはね、これの望遠鏡の性能アップをね、挑戦してみてはいかがでしょうか。やり方によっては口径をね、絞らずにこっちのね、補正レンズ等で球面周差をね、解消できるかもしれないです。そうなればね、土星の輪もくっきりとね、見えるかもしれないです。そういうアイデアも募集します。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。